皆さんこんにちは、ボイストレーナーの中島えりなです。今日も10分ボイトレ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日の発声は実は私も大好きな発声なんですけれども、出だしの音を素早くキャッチして歌うっていう、そういう発声をやってみたいと思います。はい、どんなんだろうと思いますよね。はい、それをちょっとやってみたいと思います。例えばこう、まずドドドドドで歌ってみますね。こう和音がありますね。和音があったらこうドドドドドってこうルートの音、この根の音ですね。根の音をドドドドドで、次にこの和音だったらどこがルートの音かなっていうのを探すんですね。だったらここ、この一番下のこのドーっていう音がルートなので、ドー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 っていう風に、で今度また転調して、このドミソドミソ、これのルートはどこかなって言った時に、このドー、これですね、ドー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 っていう風に、この和音が飛ぶ中ですかさずそのルートの音をキャッチして出していくっていう、頭をくるくる使う、頭と耳をくるくる使うトレーニングです。はい、音がこう飛んだ時に歌い出しも、歌い出しが飛んじゃダメなんです。歌い出しがここから離れちゃったらダメなんですね、お腹から。なので例えばドミソミドドミってこう高くなったからって、こういきなりここなくなっちゃいましたみたいな感じになるんじゃなくて、ドミソミドドミソミドっていう風に、ここ高くなっても出だしはここっていうね、ここ下をこうと上を引っ張り合っていくような感じでお腹に当てていくっていう、だから音がこうどこになっても出だしはここから出るっていう意識で、でしかも耳を鍛えながらルートの音をキャッチしていくっていうね、このトレーニングをちょっとやってみたいと思うんですけれども、はい、イメージ的にはモグラ叩きモグラ叩きポンってて、次どこ次どこっていう、このそれをすかさずキャッチするかも、モグラ叩きのようにこう次どこ出るんだろうバンバンバンみたいな、そういうなんていうのかな、こう頭の回転みたいなのがすごく必要になってくる。ちょっとゲーム感覚でできるんじゃないかなと思います。はい、でいきなり最初からドミソミドですっごい早くやっちゃうと、まだ慣れないかなと思うので、はい、まず最初ゆっくりやってみますね。ゆっくり一緒にやりましょう。はい、最初はルートの音だけを捉えます。ドドドドド。はい。はい。このドミソの中でのルートの音はこの音。ドーになりますね。次。ここからルートの音を探して。ルートの音をちょっとキャッチしてみてください。やってみましょう。せーの。頭くるくる使うんじゃないかと思うんですけれども、すぐにこう、で、その時必ずお腹は、出だしの音を歌う時も、ドドドドド、もう絶対お腹を外さないようにやってみてください。じゃあ今度はちょっと早めにね、やってみますね。じゃあここから、せーの。
しいですよね。でもこれ次どこだ次どこだっていうこの捉えるの頭がねくるくる使われるっていうそのトレーニングって歌にもすごくやっぱり役に立つんですね。なので歌やっぱワンフレーズこう歌詞があったとしてその歌詞がフレーズごとにつながって一曲の歌になっているわけなので、もう本当にその歌詞の終わりを歌っちゃったら次のことを忘れちゃったりとか、ちゃんと最後丁寧に歌ってるのに次の頭が遅れちゃったりとか忘れちゃったりとかするのもったいないわけですね。なのでこう最後歌い終わったら次のことをいつも考える、歌い終わりながら次の頭も考えてるっていうような習慣をつけていくといいと思います。はい、次の歌詞の頭だ言葉だったりとか、あとは次のね歌い出しの音の位置だったりとかも、その前のフレーズを歌っている時にもうすでに次そこに行くっていう準備ができているように頭を使っていくっていうか、頭なのか、体の感覚をつかんでいくっていう形ですよね。はい、それもちょっとこう考えながら、そうだから歌い終わって安心してしまう結構ありますよね。ちょっと一つ歌い終わったら、あ、歌ったみたいなこうわー歌いましたって言っても次のねまだ曲は続いているっていうところってあるじゃないですか。いつでもこう歌って、やっぱこう繋がっているものなので、リズムがね、前もこのリズム列車の話をしたんですけども、一回、リズム列車もね、こう一回列車が走り出しちゃったら、一曲ね、スタートしちゃったら、もうエンディングまではなかなかこう、絶対止まることってあんまりないですね。ノンストップで行くわけだから、その流れから、こう、外れないようにして、ずっとこの回転を繋げていく中で、最後から最初、最後歌って最初っていう風に、またそういうつながりがあるので、一曲の間でこう意識を絶対反らせちゃやっぱいけない。集中力すごく大事になってきます。はい。なのでね、これも今度話そうかなと思ってたんですけど、やっぱりイントロの間だったり、感想の間とかで歌ってない場所でもこうちゃんとリズムに乗っているっていうのがすごく大事になるので、はい、例えばこうね一番を歌い終わったら感想になっちゃったらはぁーみたいな感じでこうみたいな感じで、あ、2番だみたいな感じでお休みできないですよね。やっぱ感想の間も歌なので、ちゃんとそこはリズムの流れを止めないってこともすごく大事になってきます。はい、そんなことも考えながら頭をくるくる使っていきましょうということで、次はじゃあドミソミドにしようかな。ドミソミドでちょっといろんなところに動かしていくので、すかさずキャッチしてやってみてください。低いところから行こうかな。でその時にドー、あんま跳ねてもいいんですけども、やっぱりそのお腹を外したくないので、ドミソミドみたいな、そういうちょっとこう母音をしっかり出す。ドミソミドドミソミドミソミドドミソミドみたいなこう感じですね。ゆっくりいきます。するときもこれ結構盛り上がったりわーってなってくるんですけれども、はい、次の音をねすかさずキャッチするっていう点で、今度はもうちょっと軽めに早くやってみる、もう早くもうどんどんテンポアップしていっていきたいと思います。いきますね、ここからいきましょう。ドドミソミド、ちょっと今度は跳ねる感じでお腹を使っていきましょう。ドミソミドいきますよ、せーの、ドミソミド、ドミソミド
しか、すみません。やっぱあちこちね、こう行くと私も大変なんですけど。はい。そんな感じで、こう、できましたでしょうか。結構、たくさん音が飛んだりとかするので、次の音をね、捉える。すかさず、で、土台で、ド、ミ、ソ、ミ、ド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 。どこに行っても、ここのお腹に、この、ここから、こう、音が出ていくって、音が始まっていくっていう、その意識でやってみていただけたら嬉しいです。はい。それではまた次回の10分ボイトレも楽しみにしていてください。はい。ありがとうございました。次回に。